こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、うん、秋にぴったりな、ルーズ感たっぷりのひまわりジョーをやっていきたいと思います。はい。はい、おすすめなのは、髪の毛が多い方ですね。みさきさんみたいですね。はい。はい、だったりとか、あと、まとめた時にちょっと、こう、硬く、重く見えちゃう方。硬い印象やな。そうですね。そういう方に、髪の毛が、こう、柔らかく、ルーズ感たっぷりに見えるようなアレンジになってます。はい。はい、なるほど。ゴムも使わずに、紐一本でできちゃうので期待しましょう、これは。はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。しヘアオイルを5滴くらい出します。5滴以上出てない？出ました。いや、わかんない、はい、いや、私も数えてない。数えてない。手のひらに伸ばして、毛先から順に表面まで伸ばしていきます。髪の毛の量が多い人は少しずつしっかりたっぷりつけていきます。どっちですか？ちょっとずつ、確実にね。はい、で、ちょっと足りない場合は追加で出して。髪の毛が多い方はね。はい、髪の毛多い方だけですよ。はい、で、全部で皆さん9滴ついてます今。はい、で、結構質感が束感、が出るくらいまでウエスト感が出たら OK です。次にブラシで溶かしていきます。溶かすとどうなるんですか？溶かしてあげるとさっきつけたオイルが結構全体にこう均等に馴染んでくれます。前髪の横の部分ともみあげの部分の遅れ毛を下ろした状態で、後ろの髪の毛はすべて耳にかけた状態にしておきます。紐をだいたい半分に折りたたんで首にかけていきます。髪の毛の下を通して首にかけます。紐を上で結びます。この時に紐がキュッとするので結んであげると髪の毛が固定されます。そのままもう一度下で交差させていきます。最後の結ぶ位置は少し下にぶらして結んでいきます。最後はリボン結びをしていきます。紐を押さえながらトップに少しボリュームを出します。耳の上の部分を少し下にずらしていきます。この時に少し耳にかかると OK です。反対も同じようにやっていきます。少し開けたここの紐の間を広げていきます。少しボールっぽく丸く広がると OK です。 32mm のコテで顔周りのくれ毛ともみあげを外羽に巻いていきます。中間から滑らせて少し間を持ち上げながら
カールをつけていきます。そうすると少し S 字になってくれます。もみあげも同じように中間から滑らせて毛先を巻いていきます。反対側も同じようにいていきます。全体のバランスが整ったら完成です。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。お話しましたね。はい、はいポイントは、うん、1回目に結んだ時に、うん、紐がキュッとなるまでしっかり結んであげることで、うん、髪の毛がこうしっかり固定されてくれるので、うん、そこをしっかりやってあげてください、はい、それと、うん、紐を一度こう手放してしまうとあの後ろ向きなので髪の毛もこう一緒に絡んで持っちゃったりとかするのでなるべく紐は手放さずに1回でスムーズにパパッとやっていけると失敗せずにできるかなと思います。はい、美咲さんそれで多分、ね、テイク4くらいで撮っちゃいましたんで、はい、あの離さずに本当にしっかりと持ってキュッてやるのがポイントだと思います。はい、ではそうですね、うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。さよなら、ありがとうございました。こんなんもいらないです。